りまくり競輪ナビをご覧の皆様、こんにちは。青競編集部の松野です。今回は4月30日から岩木平競輪場で行われる日本選手権競輪についての展望と推奨選手を紹介します。まず展望についてですが、昨年の本大会は短期の山口健也選手が取っており、その前の年は脇本雄太選手が取っております。その脇本雄太選手なのですが、直前に行われた西武園記念では初日特選を走った後に欠場しており、状態がやや不安なところがあります。ずっと悪い悪いと言ってはいたんですが、それでも勝っちゃうのが脇本選手の強さだったのですが、欠場するほどちょっと状態が悪いのかっていうのが少し心配なところではあります。それと現在難関勢が非常にいい盛り上がりを見せており、今年一発目に行われた G1 では郡司浩平選手がタイトルを取り、その他にも若手の北井選手や深谷選手、松井幸雄選手など機動力がある選手が集まっており、現 S 班に対してどこまで抵抗できるのかが見どころではあります。次に推奨選手について紹介したいと思います。まず1人目は京都の窓輪近寄選手です。窓輪選手は3月に行われた砦ウィナーズでは無傷での立ち上がりで、決勝は脇本選手、古性選手の S 班に任され無欲がけでしたが、脇本選手の優勝に貢献するなど出来はかなり良かったと思います。その後に行われた地元 F1 戦でも難敵相手に突っ張り先行で優勝するなど、今大会のダークホース的な存在です。今回格上相手にどこまで通用するのか楽しみな存在ではあります。次に紹介するのが熊本の金賀選手です。とにかく4月の川崎記念の走りが力強く見えました。 S 班4人相手にしての V は価値がありますし、連日の競争内容も満点に近かったと思います。個人的には将来タイトルを取れる実力の持ち主だと思っているので、それが今回でもおかしくないのかなとは思っております。最後に地元地区からは森澤太選手を進めたいと思います。今回森澤選手は地元地区での G1 戦ですし、かなり気合は入っていると思います。奈良記念が終わってからは失格の影響で斡旋停止もありましたため、ちょっと賞金での S 班の返り咲きがちょっと難しい状況となっております。なのでこの地元地区での G1 のタイトルっていうのは喉から手が出るほど欲しいのではないかなとは思っております。以上が私の推奨選手の3人です。